鎧モグラゴキブリはゴキブリの一種。標準和名は本種の外部形態上の特徴にちなむ。すなわち、鎧を着てモグラのように土に潜るゴキブリの意図して松本忠雄により命名された。本種は世界で最も体重の重いゴキブリであり、体重は最大で 35g、体長は最大で 80mm に達する。個体によっては、 約十年にわたり生存する者も,もいる。他の多くの種のゴキブリと異なり、本種は成虫になっても羽を持たない。その外骨格や足はいずれも非常に頑強で、足は硬い棘に覆われており、土を掘り進むのに適した形状となっている。寒気には非常に硬くなるオーストラリアの土を難なく掘り進めるだけあって、パワーもかなり強い。オスとメスは、 全胸部の突起状の膨らみにより見分けることが可能であり、この突起は外敵への反撃や、メスや縄張りをめぐって、オス同士が争う際に使われる。また、脱皮して、すぐの状態では、目の部分を除いて、完全な白色をしている。オーストラリアクイーンズランド州の熱帯地域に、主に生息する。モグラの名前に違わず、 本種は地中数十センチメートルから1メートルほどの深さに潜り、途中に巣を作る。差し土壌地帯におよそ高さ5センチメートル、直径15センチメートルの森土が見られ、その下に螺旋状の坑道がうがたれている。坑道の直径は8センチメートル、長さは1メートルに達し、本種が潜むのは地表から深さ40センチメートルほどの位置。が描く螺旋は、 とても大きく、多いものでは三重螺旋になっている。行動の壁は本種により念入りな手入れがされており、非常に滑らかに仕上げられている。面積48メートルをサンプルとした生息密度調査の結果、1平方メートルあたりの生息個体総体重は11グラムになった。彼らはゴキブリにしては珍しく完全なる装飾性であり、 食物である落ち葉や枯れ草を巣穴に運び込んで貯蔵している。このため、接触の土に際時に出歩く必要はなく、新たな貯蔵食物の採集や異性獲得の際以外では巣穴からは全く出ない。これが本種が生息地で多数高密度で存在していながら、人目に触れることが滅多にない大きな原因となっている。またその外出も、雨季の夜間に限定されるらしい。 加えて本種は、死ゆのつがいが共同で子育てをしながら、生活するというア社会性の生態を持つことで知られる。そして12から13回脱皮を繰り返すことで、成長して、成虫となる。繁殖形態は、卵体制である。また、主食とする落ち葉や、その他の植物質の消費者、分解者として、生態系における重要な地位を占めている。子供の世話は初期においては、 両親が、やがて母のみが行う。成長した子供が素離れする時期には、同じ方向に向かう伸びたらしい数の、ゴキブリの行進が見られるという。素離れは、幼虫が、中霊に達すると起きる。希少能力を全く持たない本種は、地表を歩き回るのみで異性と出会わなければならない。フェロモンの役割が強いと考えられている。天敵は、大型のムカデやクモだと考えられている。 それらは巣に侵入して幼虫を捕食する。成虫は外骨格が硬いのでほとんど被害はない。成虫は自らが背を向けて巣穴の線になり外敵の侵入を防ぐことがある。小型哺乳類も天敵だと考えられる。ジョスキャフィアスは同じオーストラリアの南東部サバンナ地帯に生息する。鎧もグラゴキブリよりもやや小ぶりながら、やはりゴキブリとしては大柄で、 頑強な外骨格も似通っている。蒸気の生態からもわかる通り、本種が人間の生活圏に侵入したり、生活や経済活動に悪影響を与えたりする可能性はほとんどないため、害虫とは考えられていない。生息地域のオーストラリアではペットとして飼われることもある。ありがとうございます。